ノニルフェノールはアルキルフェノール類に分類される有機化合物。プロピレンの三重合体であるノネントフェノールの合成によって得られる。ノニオン性界面活性剤の一種であるノニルフェノールエトキシレートやゴム用老化防止剤、酸化防止剤の TNPP の原料として用いられる。1991年に多仏、大学のアナ・ソトーとカルロスソネン社員が行った。 乳癌細胞を増殖させる実験中にエストロゲンを投与しない資料にも異常増殖が見られた。ヒト乳癌細胞の MCF-7 はエストロゲンが存在するときのみ増殖する。MCF-7 が増殖した理由は弱いエストロゲン様作用を有するノニルフェノールが試験器具から溶出したためと指摘された。イングランド南部にあるリーンガワにおいて 魚の死有量性個体が見られた。その原因を究明するため、ブルネル大学のジョン・サンプターとジョブリングは、複数の河川の下水処理場下流域を中心に、ニジマス中のビテロジェニン濃度と、河川水中のノニルフェノール濃度を測定した。その結果、織物工場で羊毛の洗浄に用いられる洗剤に、起因するノニルフェノールが原因の一つである可能性を指摘している。 また、ニジマスに3日間暴露すると、エストラジオールの投与と同様のビテロジェニン遺伝子を発現した。ソート、AM、フステシア、H、レイ、JW、ソニンシャイン、C、P ノニル、フェノール、アンエストラジェニックゼノブイティックリリーツドフロム、マダファイドポリスチレン、JP、サンプター、S、ジョブリング、ビテロジェニシスアズウェイ、 バイオマーカー4エストラジェニック、コンタミネーションオブザークアティックエンバイロメント、エンビロン、レミエル、ルイス SK、レッチ JJ、エフェクツオブエストロゲンナニルフィーナール、オンザポスト、トラクリプシャネルレギュレーションオブビテロジェニン、ジーンエクスプレッション。ありがとうございます。